日本の20世紀遺産はユネスコ世界遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議の日本組織が日本国内における20世紀に建築、形成された文化的材を検証すべく選定したもので2017年12月8日に初の選定物件が公表された。世界遺産においては1994年の第18回世界遺産委員会で採択された。 世界遺産リストにおける不均衡の是正及び代表性、信用性の確保のためのグローバルストラテジーにより20世紀以降の現代建築の登録を推進するようになり、イコモス本部も20世紀国際学術委員会を設置したことを受け、日本イコモスが国内対象物件の選定を行った。日本イコモスとしては直ちに世界遺産になるわけではないが、 将来的な可能性を示唆し、保護意識を醸成するとともに、回収の際に価値を損なわないよう留意することを目的とし、建築物のみならず、稼働遺産を含む土木構築物や都市景観、産業生産景観など多岐な分野を網羅している。選定の評価基準は、世界遺産のクライテリアに準じている。愛人類の創造的才能を表現する傑作。 2. ある機関を通じてまたは、ある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの 3. 現存するまたは消滅した文化的伝統、または文明の唯一のまたは少なくとも稀な証拠法、人類の歴史上重要な時代を霊賞する、建築様式、建築物群、技術の集積、 または、景観の優れた例、VR 文化を代表する伝統的集落、あるいは陸上内視海上利用の際だった例。もしくは、特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶ生まれている、人と環境の関わり合いの際だった例ス、顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰、または芸術的、文学的作品と直接にまたは、 明白に関連するもの、ありがとうございます。